この盗塁大きいですよ。一打同点のチャンスになりましたね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。全くその通りですね。さて西さん、この吉川対左、外のボール打った、面白い当たりになった、ワンバウンドヒットになった、同点のランナーが三塁を回った、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ同点、4対4、なおもチャンスが続きます。ご覧いただきましょう、この大事な場面で貴重な同点打を放ちました。いい流れがね、そろそろ来てると思いますよ。これで両チームの得点が同じとなりました。さあそして打席には門脇入ります。さあチャンスが続きます。まあここで勝ち越しておけるとだいぶ有利になりますから、なんとかしたいですね。なるほど、そうですね。バントしました、あっと上げてしまった、ファウルボールです。西さん、バッターの門脇、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。特に左ピッチャーが苦手という印象はないですね。そうですか。ボールになります。インコースの変化球見ています。スリーボールになりました。これが5球目、送ってきた、あーっとファウルです。ストレート打った、抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し、ホームに送球する、ライト前ヒット、これでマルチヒット、これでサードまでランナーが進みました。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。バッターボックスは9番梶谷。ジャイアンツこの回1点を入れています。さあ同点に追いつき、なおも一打勝ち越しのチャンスです。ここまで非常に打線がつながっています。センターへ、これは面白い当たりになった。さあ勝ち越しのランナーがタッチアップ、サードランナーホームイン、梶谷きっちりと犠牲フライを決めました。リードを奪いました。さあご覧いただきましょう、大事な場面、犠牲フライで勝ち越しです。そうですね、これは大きな得点だと思いますよ。犠牲フライによって勝ち越し点が入っています。カープ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の島内。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。ジャイアンツ犠牲フライで勝ち越しました。ランナー動きませんね。次が2球目、低めインコース、さあ3球目は何か。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただここはいいバッターなんでバッティングに期待ということかもしれませんね。ああなるほど、低め見送っています。バッター見送りました。フルカウントです。見逃し三振、ツーアウトになっています。
ランナー一塁はそのままです。バッターボックスには2番丸、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、走塁成功、見事に盗塁を決めた場面です。いや本当足速いですからね。これで1本出ればランナーが帰ってきますね。ストレート打った、ショートの左取った、一塁送球、内野安打になった、これでマルチヒット。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。バッターボックスには代打の小林。ジャイアンツこの回7人目のバッターになります。西さん、ここは期待がかかってしまいますね。うん、この打席に期待しましょう。そうですね、この起用に応えたい。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですか。走ってきた、キャッチャーは二塁へ、セーフ、盗塁成功。これで一気に2点取れるチャンスになりましたね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。そうですね。一二塁間抜けていく、ホームに送球、サードランナーがホームに帰っていきました。ジャイアンツ追加点、6対4になりました。さらに三塁一塁のチャンスが続きます。ここで代打に見事なタイムリーが出て点差を広げます。いや、いいバッティングを見せてくれましたよね。ここでの追加点、勝利が一段と見えてきたかもしれません。バッターは4番岡本。ジャイアンツこの回3点を入れています。さあ見事逆転に成功し、なおもリードを広げるチャンスです。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつけてほしいですね。さあここもつないでいけるか。ああこれはいけません、レッドボールです。さあそしてバッターボックスには大城が入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面。まあつないでいますから、ここでしっかり差を広げておきたいですね。なるほど、そうですよね。アウトコース決まった、この回の攻撃はここまで。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点でリードしました。8回終わって6対4、ジャイアンツ逆転に成功しました。さあ最終回、東京ドームが歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です、ジャイアンツの守護神中川。声援を背負っての登板となります。西さん、ついに9回を迎えましたね。本当ですね、もうとにかく最後までどうなるかわからないですね。本当にそうですよね。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。いや、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、ストレート空振りでストライク、ノーボール2ストライクです。さあ外してくるのか、外の球外れています。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。バッターボックスには代打の坂倉。
サニさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。打ちました、ピッチャーゴロ、アウト、ツーアウト。打席には6番バッター末永、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね、ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。打ちました、セカンド取る、これで3アウト、試合終了になりました。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、今日の試合ルーキーに手こずる場面もありました。振り返っていかがでしたか。いや本当ですね、思った以上にいいボールを投げてましたね。ですからね、打線次は頑張らないといけないですね。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。一方のカープですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。誠にありがとうございました。どうぞお忘れ物、落とし物のない